皆様こんにちは、数学ラブです。二重混合を数学するということで、今回は超裏技の二重混合の外し方を見ていきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。ルート n プラスマイナスルート m の二重混合を外してください。答えは、判別式ルート n 二乗マイナス m イコール z が自然数となるとき、二重混合と有理数と二重根を使って外すことができ、ルート n プラスマイナスルート m イコール2分のルート2かける n たす z プラスマイナスルート2かける n マイナス z となります。それではなぜそうなるか解説1から見ていきましょう。ルート a たす b プラスマイナスルート 2ab イコールルート a プラスマイナスルート b より、a プラス b イコール n、 4ab イコール m と置くと、左辺イコールルート n プラスマイナスルート m となります。また解と係数の関係より、 x イコール ab となる二次方程式は x 二乗マイナス nx プラス4分の m イコール0となります。よって二次方程式の解の公式より、A イコール2分の n プラスルート n 二乗マイナス m、 B イコール2分の n マイナスルート n 二乗マイナス m となります。ここで判別式ルート n 二乗マイナス m イコール z、 z は自然数より、右辺がルート2分の n たす z プラスマイナスルート2分の n マイナス z イコール2分のルート2かける n たす z プラスマイナスルート2かける n マイナス z となり、こちらの左辺と右辺が等しいということがわかります。それではなぜそうなるか解説2を見ていきましょう。左辺の2乗イコールルート n プラスマイナスルート m の2乗ですから、 n プラスマイナスルート m となります。右辺も2乗してあげると、2分のルート2かける n たす z プラスマイナスルート2かける n マイナス z の2乗ですので、これを展開して計算して約分すると、 n プラスマイナスルート n 2乗マイナス z の2乗となります。ここで判別式ルート n 2乗マイナス m イコール z、 z は自然数より、 z の2乗イコール n 2乗マイナス m ですから、ここに代入してあげると n プラスマイナスルート m となります。このように左辺の2乗の値と右辺の2乗の値が等しくなりますので、最初のこちらの式がですね、成り立つということがわかります。ここでルート n プラスマイナスルート m の二重混合の外し方において、数学ラブ考案の定理を紹介します。定理 1、 n を自然数の定数とするとき、二重混合を有理数と二重根を使って外すことができる m の値の個数は n-1 個となる。定理 2、 m を素数の定数とするとき、二重混合を有理数と二重根を使って外すことができる n の値の個数は1個となる。それでは例題1を解いてみましょう。ルート3プラスマイナスルート5の二重混合を外してください。
答えは判別式がルート3の2乗マイナス5イコール2よりルート3プラスマイナスルート5というのは2分のルート2かける3プラス2プラスマイナスルート2かける3マイナス2となりますので答えは2分のルート10プラスマイナスルート2となります。では例題2を解いてみましょう。ルート4プラスマイナスルート7の二重混合を外してください。答えは判別式ルート4の2乗マイナス7イコール3よりルート4プラスマイナスルート7イコール2分のルート2かける4プラス3プラスマイナスルート2かける4マイナス3ですので答えは2分のルート14プラスマイナスルート2となります。いかがでしたか？今回はルート n プラスルート m の二重混合を直接外す超裏技について解説と例題を解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。